今回は始まる広がる A 列車で配布するマップの紹介を行うのだ。その前に、このマップは任天堂スイッチオンラインに加入をしていないとダウンロードできないのだ。気をつけるのだ。じゃあまずはマップのサテライトから紹介するのだ。サテライトはこんな感じなのだ。これは2021年の夏あたりに出した動画で使ったマップなのだ。ふくふく線と海が見える発展した街並みがポイントなのだ。次は観光地について紹介するのだ。今出た画像からわかるように、すでに4つの観光地が設定されているのだ。でも観光ルートは1つもないのだ。その理由はこれが観賞用マップではあるけど、ダイヤを一切組んでいないからなのだ。でもそうすることで、ダウンロードしてくれた社長さんたちが好きなダイヤを組めたり、マップそのものが超重くなることを防げるのだ。ダイヤを楽しみにしていた方、すまない。さてここからはこのマップの本題である収録車両について紹介するのだ。先日まで投稿した配布車両紹介動画で登場した車両に加え、リクエスト以外の再現車両とバスも収録するのだ。ちなみにバスに関しては収録はこの京王バスだけだったのだが、以前配布した長電バスの背面を修正したものと新規のバスの2種類を追加するのだ。ということで今から動画でまだ紹介していないリクエスト以外の再現車両とバスを全部紹介するのだ。まずは山手線 E231K500 番台なのだ。総武線 E231K の塗り替えで行き先は池袋を表現したのだ。次は常磐線203系的51編成なのだ。編成札や側面の車番など的51と分かる要素を表現したのだ。次からはバスの紹介なのだ。京王バスの J214 号車なのだ。京王ライナーとして走る京王5000系のラッピングをしている車なのだ。次は神奈川中央交通のE29 号車なのだ。素体の関係で配色などをいろいろ調整しているのだ。最後は長電バスの1191号車なのだ。以前配布したものを若干調整、背面を修正して再登場なのだ。以上がまだ紹介していなかった車両越しなのだ。この車両たちに配布車両紹介動画に出た15種を足した全20種の再現車両を今回配布するマップに収録するのだ。最後にこのマップの配布時期を紹介するのだ。配布時期は2022年11月3日午後0時頃、つまりもう配布をしているのだ。そしてシナリオコードはこれ、この動画の概要欄にも記載してあるのだ。シナリオ名はもっと広がるふくふく車両祭りなのだ。すでに出来上がった路線や街を改造したり、好きなダイヤを組んだり、いろいろ楽しんでほしいのだ。ちなみに収録している車両をもとに他の車両を再現し、配布する際は下記の文章の記載をお願いするのだ。今回の動画はここまでなのだ。ダウンロードしたらマップの評価もお願いするのだ。ちなみに再現車両の配布は設計図の共有機能でも予定しているのだ。そちらに関しては当チャンネルのコミュニティ欄や Twitter などを確認してほしいのだ。今後も始まる広がる A 列車を盛り上げていこうなのだ。それではなのだ。ちなみに次の動画は新名古屋開発動画にする予定なのだ。まだ何も準備してないけど進捗やべえのだ。